ございます。佐藤正久君。おはようございます、自民党の佐藤正久です。RCEP については昨日も本会議の方で、質疑が行われました。 RCEP のやっぱメリットというものは、日本の工業製品やあるいは農産品等がこの加盟国の方への輸出が加速される可能性が高いという一方で、やっぱ外交的な観点としてもやはり、日本が主導するインド太平洋、まさにホイップのやっぱり柱の一つが自由貿易の促進ですから、そういう意味でこの TPP11、CPTPP やあるいは日 EU EPA、 あるいはこの RCEP というものの意義も大きいというふうに思いますし、さらにアメリカにこのインド太平洋に注目させるという意味からも、将来の CPTPP へのアメリカの復帰を見据えた上でもこの RCEP の意義というのはあろうかと思います。今般残念ながらインドがこれに加盟しなかった、これに日本が加盟しなかったらもう中国の独断場になってしまうというやっぱ恐れはあります。そういう意味で日本が入ることによっていろんな形でこの RCEP をより良いものにするという意味でも意義は大きいというふうには思いますが、ただやはり多くの方が懸念するのは中国、やっぱチャイナリスクです。で今回は発展途上国が入っているという関係もあって、CPTPP と比べると、いろんな部分の、通商の規制という部分、ルール作りというのは甘い部分があるのもやむを得ない部分はあろうかと思いますが、やはりこの、紛争処理、これはどうしても懸念が拭えないという部分があります。今回、電子商取引という部分が入って、例えばサーバーというものを、そのある国に置かないといけないとか、あるいは電子データを国外に持ち出してはいけないということを禁止するとか、そういうデータローカライゼーションというものの禁止というものは入ってるんですけども、ただ、これには例外規定というものもあり、安全保障の観点とか、いう例外規定があります。で、この電子商取引、例えばそのローカライゼーションの禁止というものを通じて、これを破った場合、仮に中国がそれを守らなかった場合、これは、この RCEP の紛争処理という規定に乗っ取って、これ、対処されるんでしょうか。四方経済局長。お答え申し上げます。RCEP 協定の電子商取引省には、委員ご指摘の情報の越境移転の制限の禁止、コンピュータ関連設備の設置要求の禁止といった、e コマースを促進するための規定に加えまして、e コマースを利用する消費者の保護や、個人情報の保護といった電子商取引の信頼性を確保するための規定等が盛り込まれております。一部の参加国にとりまして、こうした電子商取引省の規定が、既存の協定で約束したことのない内容を含んでいたこともございまして、交渉の結果、協定の発効時点では紛争解決省の手続きを適用しないこととなりました。他方で、電子商取引省の規定の解釈及び適用に関する問題につきましては、関係国で協議を行い、協議によって解決できない場合には、RCEP 合同委員会に付託することができる旨、規定されておりまして、何らかの紛争が生じた場合には、必要に応じまして、こうした規定を活用してまいりたいと考えております。佐藤正久君。まさにこれからの部分が、この部分についてやっぱ課題としてあります。さらに、例えば日本企業が中国の方にこう進出した後、中国の一方的な政策変更によって、投資の利益、投資の減少というものが発生した場合、この損害というものは、この協定に基づいて、中国側に要求できるんでしょうか。四方経済局長。RCEP 協定の投資省では、締約国が他の締約国の投資家およびその投資財産につきまして、内国民待遇義務、最恵国待遇義務、公正かつ公平な待遇を与える義務等が定められております。また、RCEP 協定では、締約国は一定の要求を満たさない限り、収容もしくは国有化、またはそれらと同等の措置を実施してはならない旨規定しております。ご指摘の点につきましては、個別具体の事案に応じて検討する必要がございますけれども、協定発効後に仮に
中国を含む締約国がこれらの規定と相入れない措置を取る場合には、RCEP 協定上に規定された紛争解決手続き等に基づきまして、適切に対応してまいりたいと考えております。佐藤正久君。日中間の投資協定においても、やはり、国と国ならまだいいんですけれども、個人の投資家が国と争うというのは結構ハードルが高くて、今まで、ある日本企業がチャレンジしたことが一回あったようですけれども、途中で頓挫してしまったという事実もあります。これからという部分も、この部分も多いかと思います。でさらに、今回、知的財産、商標登録という部分が、盛り込まれておりますけれども、例えば今、やっぱり日本の商品、宇治茶とか、白老牛とか、無印商品とか、いろいろ揉めているものがありますけれども、今回、この RCEP が中国が入ることによって、今まで現在、紛争中、あるいは係争中のもの、これも訴求をして、これは紛争処理ができるという理解でよろしいでしょうか。四方経済局長。中国等においてですね、日本の商標と類似した商標や日本の地名を含む商標が中国企業によって登録される問題など、中国における日本企業等の知的財産の保護につきましては、政府として問題視しておりまして、これまでも個別の事案ごとに当事者の意向も踏まえて必要な働きかけを行ってきたところでございます。RCEP 協定では、WTO 協定内規定といたしまして、悪意による商標の出願を拒絶し、または登録を取り消す権限を当局に与えることなど、商標を含めた知財のための国内制度の整備を義務づける規定を含んでおります。政府としましては、こうした規定を通じまして、委員ご指摘の宇治茶と、以前から問題となっている日本企業等が直面する商標の保護や模倣品、海賊版等の問題が改善されることを期待しております。仮に締約国が協定の規定と相入れない措置を取る場合には、RCEP 協定上に規定された協議メカニズムや紛争解決手続きを活用して、適切に対応してまいりたいと思います。協定発行前に商標登録されたものの扱いにつきましては、本規定に従いまして、各国が整備する国内制度の内容を踏まえ、我が方として日本の商標や知財をしかるべく保護するとの観点から、締約国の制度の整備、運用を引き続きしっかり注視し、適切な整備、運用がなされていない場合には、改善を求めてまいりたいと考えております。佐藤正久君。これ、非常に大きな案件だと思っておりまして、そのためには、それにはしっかりした体制を組まないとできないと、しかも、訴求ということも考えてやるということは、非常にこれは日本の、それぞれの地域、あるいは企業によっても大きな一つの光となるかもしれません。ただ、そのためには、やっぱり、外務大臣、しっかりこれ体制を取らないとこれできないと、確かに外務省の方で、経済紛争処理化というのは、昨年夏にできたということは承知しておりますけれども、やはり外務省だけではなく、関係省庁、やっぱりスクラムを組んで、かなり本腰を入れてやらないと、しかも法的な専門家も入れてやらないとかなり難しいと思いますので、今、いろいろ議論してきましたけれども、やっぱ紛争処理、いろんなことが起きる可能性があります。これについて、どのような体制等で取り組むご決意か、外務大臣の所見をお伺いします。茂木外務大臣。戦後の日本外交を考えていますと、51年のサンフランシスコ講和条約以降はですね、二国間の関係をどうしていくかと、日韓、さらには72年の日中国交回復かということで、どちらかといいますと、倍でのですね、いろんな条約の締結、こういったことが中心になってまいりまして、まず外務省の体制ですけれど、2003年にですね、それまでの条約局と、これを今後のですね、マルチのさまざまな協議メカニズムであったりとか、紛争処理にも適用させていくと、こういう観点から、国際法局、これに改装したわけであります。その上で、さらにですね、今、委員のほかのご指摘ありましたが、昨年8月、この国際法局の中にですね、経済紛争処理課、これを新設いたしまして、経済紛争解決の体制強化および知見の
の増強に取り組んでおります。 RCEP 協定を含みます経済分野の国際協定に基づく紛争解決において外務省として国際法の一貫した解釈及び実施について責任を有する立場から委員ご指摘のようにですね、これ外務省だけにとどまらないと、対象分野の所管省庁を含みます関係省庁と緊密な連携のもと、しっかり関与をしていく考えであります。こういう体制が強いかどうかということによってですね、これ紛争処理にしましてもですね、なかなか絶対に正しいというよりもですね、そこでどれだけしっかりした論拠に基づいてですね、我が国の立場主張できるかということになってまいりますので、しっかりこういう体制も含めてですね、従事しながら対応していきたいと思っております。佐藤正久君。大臣ありがとうございます。これはやっぱり結構各省庁またがります。やっぱりそういう意味ではやっぱ外務省がやっぱ先頭に立ってまとめる形でこの紛争処理、これを渡っていただきたいということを要望したいと思います。次にこの RCEP はやっぱ発展途上国が入っているという観点で、環境、あるいは労働、あるいはジェンダー、人権というものが入っておりません。日英 EPA においては、ジェンダーの部分が入りましたけれども、これ入っておりません。そこで、ただ最近、やっぱ人権問題、相当ビジネスの間でもクローズアップされて、国連の人権理事会の方で、ビジネスと人権に関する行動計画というものは採択をされて、日本も昨年、ビジネスと人権に関する行動計画2020というものは、作り、国がやること、あるいは企業が企業活動における人権の尊重という部分も、指針的なものが示されました。今回の RCEP においても、これは入ってないんですけれども、やはり企業活動において人権というものは、これは無視できないというの観点が増えてきているというふうに思います。例えば、中国の新疆ウイグルの人権状況という観点からよく問題になるのが、綿花あるいはそのトマトというものが労働、強制労働という観点から特にアメリカの方では結構問題視をされて、それに対する規制をかけるという動きがあります。ただ日本の場合は、例えばカゴメさんが自主的にそのウイグルの部分についてやめる、あるいはその綿花についても一部の企業を辞める、あるいは一部は続ける、かなり企業の主体的な判断という部分がありますけれども、この分野って今後、やっぱりどうしても大きくだんだんクローズアップされがちです。で、また今度、今日ですかね、世界気候変動サミットの総理も参加されますけれども、これから太陽光パネルの、ポリシリコンというんですかね、この太陽光のエネルギーを電気に変える、このポリシリコンは世界の半分を新疆ウイグルで作っているということもあります。そうなると、そういう人権問題含めてこの太陽光を一つとっても影響しますし、また電気自動車のネオジム、これもやっぱ中国の対する依存度と高いと、いろいろこう出てきます。これ人権問題という部分と、この影響という部分はかなりこれ出てくると思います。またミャンマーについても、ミャンマー、今、クーデターということで、軍事政権が今できて、政府を作っておりますけれども、仮にこのミャンマーもこう RCEP に入っています。ミャンマーの軍事政権が、彼らでこれを RCEP を批准をして、これを、の事務局の方に届けたという場合、この扱いというのは、事務局の方で判断するんでしょうか、ASEANで判断するんでしょうか、それとも加盟国全体で判断するんでしょうか。四方経済局長。お答え申し上げます。ミャンマーにつきまして、今後、批准書が帰宅あった場合ということでございますけれども、そもそもミャンマーにつきましては、我が国は事案発生以来、ミャンマー国に対して暴力の即時停止、拘束された関係者の解放、民主的な政治体制の早期回復を強く求めてきております。我が国といたしまして、ミャンマーにおけるクーデターの正当性を認めることはございません。RCEP 協定上、署名国は批准書等を帰宅者である ASEAN 事務局長に帰宅することとなっておりますけれども、帰宅が承諾されるかどうかといったことについて、特段の規定はございません。一般論として申し上げますと、RCEP 協定の実施及び運用に関する問題につきましては、
RCEP 参加国間で意思疎通をしながら対応を検討していくことになります。我が国といたしましてはミャンマーにおいて民主的な政治体制が早期に回復されることが重要であるというのが基本的な立場でございまして、その上で今後の対応につきましてはオーストラリア、ニュージーランド、ASEAN をはじめ他の RCEP 参加国とも緊密に意思疎通をしながら検討してまいりたいと考えております。佐藤正久君。今非常に重要なポイントなんですよ。ここがこれは他の国もいろいろ悩ましい部分があると思いますけれども、近々ASEAN の方でも首脳会談というものをミャンマーの国務司令官を招いてこうやるという話もあります。じゃあ今後こういう多国間の部分、日本の場合も日メコン首脳会議というものを主催する可能性もありますけれども、やはりこういう部分どうするかという部分は今からやらないといけない。仮に日本の意向というものと違ってある程度これが承認された場合、国軍参加の仮に承認された場合、加盟が、承認された場合、国軍参加の企業 MEC とか MEHL から日本の方に、物が入ってくるということを止める手段というのはあるんでしょうか。四方経済局長。お答え申し上げます。国軍関係企業からの輸入の停止といった措置が取れるのかどうかにつきましては、具体的な措置の内容に即して、国際約束との整合性を検討する必要がございますため、一概にお答えするのは難しい状況でございますけれども、いずれにしましても、RCEP 協定の有無にかかわらず、WTO 協定を含む関連の国際法上の規律と整合的な形で対応していく必要があると考えております。我が国といたしまして、自由、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値を重視しており、こうした普遍的価値が RCEP 参加国においても保障されることが重要であると考えております。RCEP 協定の実施及び運用に関する問題につきましては、RCEP 参加国間で意思疎通をしながら対応を検討してまいりたいと考えております。佐藤正久君。これ、非常にこれから悩ましい問題になりますから、今からいろんな検討、あるいは外交、を展開していただきたいと思います。で、今日配布資料の資料1をご覧ください。これは外務省を含めて関係省庁がまとめてもらったものなんですけれども、既存の制度で人権というものを前面に出してませんけれども、人権という側面で、仮にどういうことができるかというそれぞれの、現行法、そして具体的な措置の例、具体的な要件、具体的な事例というものをまとめたものです。私も外務副大臣2年させていただきました。やはりこういう分野というのは最終的には外交というものも含めた総合的な判断でやらないといけないというものは私も十分承知しております。という中で、このまず外為法と入管法と外務省査証事務処理規則といういろんな法令がありますけれども、この具体的な要件丸1、これは国連決議に基づいてやる場合、これは北朝鮮関係あります。で、この丸2、赤字でありますけれども、国際平和、国際協調に基づく措置と、これは確認要解がないとこれできませんけれども、例えばクリミア併合の時に取ったような措置、そしてまた、我が国の平和安全というものでやると、これも北朝鮮の関する独自制裁というものがこの丸3に当たります。で、またこの輸出制限、輸出管理という部分については、国際的な平和安全を妨げるという観点から、特定地域の仕向けするものに特定の物質、特定の種類、貨物、技術ができると、これは、南アフリカのアパルトヘイトということでやった事例があるというふうにあります。また、この入管法においては、今回コロナ関連でこれを適用したとかあります。で、そういう中で、今超党派の方でマグニツキ法的なもの、日本版というものを作ろうという動きがあります。側分すると、かなり国会の方に強い権限を与えて、政府の方に調査、あるいは制裁を求めるという内容のような感じですけれども、やはり最初に申しましたように、やはり、最終的には日本の国益に照らして外交を含む総合的な判断というものが必要というのは、私も非常に重要なポイントだと思っておりまして、そういう観点から、現行法でできる部分は現行法でやるというのも、私は大事な側面だと思っております。そこで、この2番のこの国際協調に基づく措置というものの、
この要件、これ、もう少し具体的に説明してもらえますか。経済産業省化石貿易管理部長。お答えいたします。今、外為法関係の制裁関係で、3つの要件、ご紹介ありました。我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するための必要があるとき、これ、国連決議と、それから今、2番目の要件ですね、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、特に必要があると認めるとき、それから3つ目が我が国独自の平和および安全の維持のため、特に必要があるときなんですが、今、2番目の要件についての趣旨のご質問がございました。この国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するために特に必要があると認めるとき、との要件につきましては、国際社会において平和に対する脅威、または平和の破壊、あるいは侵略などが生じた場合において、国際社会として一致して平和の回復のために努力しているときは、我が国としてそうした努力に寄与するために特に必要であると判断するものについて措置を取ることを可能とするものであります。でこの規定は国連安保理決議が採択されていない場合においても、我が国の国際社会の一員としての責務を的確に果たすために、国際情勢に対応して、経済制裁等を機動的かつ効果的に実施するメカニズムを確保するために設けられたものと承知しております。いずれいたしましても、これらの要件を満たす必要がございまして、人権状況のみをもってですね、例えば私どもの関係で申しますと、輸出入にかかる制裁措置を取ることはできない。と考えております。佐藤正久君。それではこの国際的な平和安全ということを妨げることと認められるものとして、政令で定める特定の地域を仕向けとする特定の種類の貨物、技術の制限というものについて、このアパルトヘイトとかやってるようですけれども、これは下の方の赤字で書いてありますように、人権状況のみをもって法令の定める各要件が満たされるものではないが、人権侵害のリスクが非常に高いことを含めたさまざまな状況を踏まえて、各規定の要件該当性を検討することとなるところ、上記の各要件に合致するような場合において、当該規定に基づく措置を取ることは可能ということになってますけれども、これ、人権状況というものが結構、侵害が劣等だということであれば、この政令を変えれば、この法的には政令を変えれば、この外為法によって、人権侵害というものについて、政令を変えれば、輸出制限をかけるということは可能というふうに理解してよろしいですか。化石貿易管理部長。はい、お答えいたします。先ほど制裁についての3、4件、ご説明させていただきましたが、そのほかにですね、外為法に基づきましては、制裁とは別に、安全保障貿易管理として、大量破壊兵器を含む武器、および関連汎用品について輸出管理を実施しているところであります。でいずれも国際的な平和および安全の維持、これまでの3つの要件と異なる要件でございますが、これを目的として行っているものでありまして、人権侵害の防止そのものを目的として管理しているものではございません。で一方で国際的には米国に加えて EU、人権侵害の防止の観点からサイバー監視品など、キャッチオール制度というものをですね、設けているということで、これを導入する予定と承知しているところです。その関連で欧米との制度の差異がある中で、我が国企業が輸出を継続することに対して国際的に批判される可能性があるといった指摘、あるいは企業が自主判断で取引をやめる場合にですね、輸入国の政府から対抗措置を取られると。そうした可能性があるといった指摘については、我々も留意しているところでありまして、認識しております。ただ、政令改正による対応についてご指摘がございましたが、安全保障貿易管理はですね、原則として特定国を念頭に置くものではないということではございますが、こうした輸出管理の影響を受ける輸入国側の受け止め、それは事実上の制裁と受け止める可能性も当然あるわけでございまして、いずれにせよ慎重な議論が必要だというふうに考えております。佐藤正久君。慎重な議論は分かりますけれども、政令を変えれば人権侵害ということで、もう日本政府の意思としての変えれば、これは輸出制限をかけることは法的には可能ということでよろしいですか。化石貿易管理部長。先ほどお答え申し上げたとおりなんですが、この安全保障貿易管理の要件、国際的な平和及び安全の維持につきまして、過去にですね、
例えばアパルトヘイトのケースにおきまして、国連安保理決議があったんですが、これを範囲を超えてですね、四輪駆動車について輸出制限を行った事例がございます。これはやはり安保理決議というものが元にあって、それに加えてですね、強調してやった事例がございます。あるいは武器についてはですね、武器貿易条約の対象となる武器の輸出に際して、国際的な平和や安全の維持を妨げるか否かについて、審査の点でですね、審査で観点からそういう観点から見ているということでありまして、国際人道法や国際 人権法のですね、重大違反については考慮をしていると。ただいずれにせよですね、これは国際的な平和や安全の維持に当たるかどうかというところにございまして、ここはやはり慎重にですね、考えていかなければいけないというふうに考えております。佐藤正久君。考慮しているという答弁があります。法的にはできるということなんでしょうけれども、ただやはり最初に言いましたように、これ日本の国益全体を 見渡して外交的な、ここに書いてありますけど、外交面を含めた総合的な判断というものが大事だと思います。やはりマグニツキ法というものも一つのやり方かもしれませんけれども、やはり外交というものは政府全体でこう国益を考えてやるという観点からすると、現行法においてこの赤字でやったもの、この3種類というものはかなりこうできる部分がありますので、外務省あるいは経産省、産業省含めて全体としてこういう取り組みを今後検討すべきではないかと思いますけれども、外務大臣のご所見をお伺いします。茂木外務大臣。人権侵害に対してですね、どのような措置を講ずにしてもですね、人権問題に関します、国際社会の動向、さらには二国間の関係であったりとか、我が国へのさまざまな影響、今、政府参考人、経産省の方からお話もありましたが、こういった影響も含めてですね、個別の状況に応じて、委員ご指摘のようにですね、日本の国益、そして外交面も含めた総合的な判断を適時適切に確保していく、こういうことが不可欠だと考えておりまして、こういった点を前提にですね、関係省庁と議論していきたいと思います。佐藤正久君。これは非常にこれから大事なポイントなので、この RCEP 協定という中では人権という部分は入っておりませんので、引き続き議論を私もしていきたいと思います。次に南西諸島防衛について議論を進めたいと思います。資料2、これをご覧ください。ここの黄色の線は引いてないんですけれども、右側の一番上の段落の方で、武田大臣と国民保護について議論したやり取りが、この資料2の右上の段落の方で書いてます。これはやはりこの南西諸島におけるやっぱ国民保護についてやり取りしたものであります。防衛大臣、この前、与那国島を視察されたということですけれども、やっぱり実際、向こうでいろんな話を聞いて、やはり与那国島っていうのは、日本防衛上、やっぱり重要な有人離島であるという認識は持たれたでしょうか。岸防衛大臣。先日、与那国島を訪問させていただいて、部隊の視察をさせていただいたわけです。与那国島というのは、我が国の最西端の島で、台湾まで110キロ余りと、非常に、外国と、外国といいますか、日本以外のところと、近いといいますかね、最果ての地であります。そういったところにおいても、住民の方々もおられます。そうした中で、しっかり我々が守りを固めていかなければいけない、これは事実であると思います。島しょ部に対する攻撃に際してですね、住民の皆様の安全を確保するため、国や地方公共団体等が国民保護措置に万全を期すことは非常に重要であると、このように考えております。佐藤正久君。その通りで、この資料2の一番上にありますように、武田大臣も武力行為自体に対する平時からの平素からの備えに関しましては、事案発生時に迅速に避難というものを実施するため、あらかじめ事例を想定した避難実施用のパターンを作成することが重要と考えていると。沖縄県の市町村のパターンの作成をしっかり推進してまいりたいと考えますというふうに答弁をされ、また昨年19日の外交防衛委員会においても、今日ご出席の宮地政務官からも、
いろんな作成の推進につけて全力で取り組んでまいりたいという話があります。進捗状況、これをお聞かせください。宮地総務大臣政務官。お答え申し上げます。沖縄県の市町村における避難実施要領のパターンの作成率は都道府県の中で残念ながら最も低く、先島諸島委員のご関心の高い先島諸島では5団体のうち2団体となっており、現在各市町村で積極的に作成に取り組んでいただく必要があるというふうに認識をしております。そのような中、委員からのご指摘も受けまして、まずはしっかり現状を知ることが重要だということで、いろいろとヒアリングを行いましたところ、沖縄県の離島については特に小規模な市町村が多く、作成のノウハウや体制が十分ではないという声も多くございました。それを受けまして消防庁ではこの1月に沖縄県内の市町村を対象とした研修会を昨年度に引き続き開催をいたしました。この研修会での市町村とのやり取りも踏まえまして、現在先島諸島の団体をはじめとした市町村の相談に個別に対応しているところでございます。その上で作成の参考となる事例を提供しているほか、どのような支援が必要かの聞き取りも行っております。今後新型コロナウイルス感染症の状況も勘案しつつ、しかしできるだけ早期に聞き取りの内容も踏まえた研修会を現地で開催するとともに、引き続き市町村からの個別の相談に真摯に対応し、先島諸島を含む沖縄県の市町村のパターンの作成をしっかり推進してまいりたいというふうに考えております。佐藤正久君。やっぱ政務官、今回日米の首脳声明においてもやはり中国ということが相当議論になりました。海警法も話題になりました。やはり鹿児島県のやっぱ先輩で山中先生がおられるように、竹富町の名誉町民でもありますから、政務官もやはり先島、竹富島、あるいはこの与那国の方に実際行ってですね、これ、本当に大事なんですよ。与那国から出ようと思っても、冬は北風が強くて、備え庫は使えませんから、南の港しか使えない、で石垣島には150キロも離れてますから、どうやって国民を守るかと、これ、非常に大事な問題ですので、備えあれば憂いなし。憂いあれでも備えなしは無責任ですから、ぜひよろしくお願いしたいと思います。で資料2列には空港とか港湾整備、これについて、この資料2をの下の方で、予算委員会で、国交大臣、あるいは岸防衛大臣のやり取りさせてもらったものがあります。読み上げます。岸防衛大臣の方から、今、下島空港については、使える状況にありません。で赤羽大臣の方から、今後のその在り方について必要があれば、その必要に応じ、関係者、意見を聞けば適切に検討してまいりたいということになります。で岸大臣の方から、下島空港の使用については、国交大臣からお話があったとおり、関係省庁ともこれから連絡を しっかり取ってまいりたいと思いますというふうにあります。で小林政務官。お伺いしますけれども、じゃあ、防衛省の方から、この下島空港とか那覇空港等について、協議というものは、この予算委員会以降、ありましたか。小林国土交通大臣政務官。お答えいたします。現在、防衛省におかれて、南西諸島の空港港湾における自衛隊の運用上の整備ニーズなどについて、検討を進めていると伺っております。もっぱら防衛政策上の見地からも、必要となる空港の整備について、防衛省により検討されておられるものと考えておりますが、国土交通省として今後も必要に応じて丁寧に対応してまいりたいと思います。以上です。佐藤正久君。私の質問は、この予算委員会以降、防衛省から国交省の方に協議があったでしょうかという質問です。国土交通省、鶴田航空ネットワーク部長。お答え申し上げます。予算委員会以降も含めまして、防衛省とは、実務担当者での打ち合わせを行っているところでございます。佐藤正久君。しっかり防衛大臣もしっかりですね、今後、省庁間で相談してまいりますと言っているので、大臣は赤羽大臣の方に、この予算委員会以降、この本件について
お話をされたことはありますか。岸防衛大臣。自衛隊機による下地島空港の利用についてですね、防災訓練等による利用実績がございますけれども、住民の皆様の意向や下地島の空港のめぐる経緯といった地域の個別事情を十分に踏まえる必要がございます。そういったこともいろいろ考慮いたしまして、関係省庁とも相談をしている、実務的に相談をしているというところでございます。佐藤正久君。私の質問は直接お話しされたかというポイントなんですよ。要はこの予算委員会の時にこの那覇空港を含めてその重要性って防衛上の観点を初めて聞きましたって言われたんですよ。赤羽大臣初めて聞きましたと、これ議論に載ってます。それで、赤羽大臣の方からとりあえず所管の防衛省からそういう話があれば対応したいと思いますと、で大臣も今後省庁間で相談してまいりたいと言われてますから、これやっぱり大臣間でも話さないと非常にデリケートな問題ですから、やっぱり防衛大臣から赤羽大臣の方に直接話すということが私は大事だと思います。同じ省庁の政府ないですから、お話しされるおつもりありますか。岸防衛大臣。今委員からのお話も踏まえてしっかり対応してまいりたいと思います。佐藤正久君。ぜひどうしてもね、目先の装備とか訓練の方に目が行きがちなんですけども、こういう住民の保護とか、あるいはこの基盤整備っていうのは、その基礎になりますから、これしっかり防衛大臣ご案内通り、ここしっかりやらないと、結局、いいものがあって、いくら訓練しても、地べたが使えなければ意味がありませんから、ぜひよろしくお願いしたいと思います。ここで小林政務官と宮地政務官にはご参加いただいて結構でございます。では小林政務官、宮地政務官、ご対していただいて結構でございます。佐藤正久君。次にミサイル防衛の方に議論を移したいと思います。資料3、これをご覧ください。これ、一つ一つやっぱ確認していきたい事項をここに、色塗りをしました。要は、今回、陸上のイージス・アショアの構成品を、今度は洋上プラットフォームに載せる、載せない、いろんな議論がありました。ただ、ここに書いているように、今回、新たな洋上プラットフォームにでミサイル防衛をやるということで、ここに書いてありますように、今まで契約している装備品を使い回すことを自己目的化してはいけない、その認識は共有できると思いますが、いかがでしょうかということに対して、大臣の方は自己目的化という部分については、もちろん共有するところでございますとなってますけれども、これは、使い回すことを自己目的化するということではなくて、これ違いますよね。しっかりあるべき、防衛装備というものをしっかり考えていくと、その中で使えるんだったら使うということでよろしいですか。岸防衛大臣。今、委員のおっしゃる通りでございます。佐藤正久君。次にこの資料3の1の左側の方ですけれども、防衛大臣の方から、まず一つはイージス・アショアの代替案に関して、今のところ、洋上プラットフォームに載せるということについてですけれども、具体的に、つまり何にするかは決まっているものではございません。この前のやり取りで、スパイ6、スパイ7等についていろいろやり取りした結果、まだ決まっていないと、いずれにしても、先ほどおっしゃられたように、しっかり公平・公正という考えで、今後、決めてまいります。スパイ6はもともと洋上と、そしてスパイ7の前提としては陸上ということで比較をしたものでございますけれども、これもスパイ7を洋上に持ってくるということを前提に比較して検討をまいりますというふうになってますけれども、いずれにせよ、この公平・公正に、このスパイ6、スパイ7というものを公正に比較をするというこの考えは、まだ変わ、これは前回と変わってないという理解でよろしいですか。岸防衛大臣。公正に比較をするということは、もちろん常に考えておるところでございます。これまでもご説明させていただいていますようにですね、2018年7月に実施をいたしましたイージス・アショアのレーダー等の構成品の選定のときに、スパイ6とスパイ7の比較を行った際に、基本性能に加えて、後方支援や経費についても、スパイ7の方が高い評価を
得ており、総合的に評価した結果、防衛省としてスパイ7を選定したところでございます。また、昨年11月の中間報告等において、スパイ7はイージス・アショアで予定していた基本性能を維持したまま、洋上プラットフォームに搭載できることを確認しております。これも踏まえて、防衛省としてイージス・アショアシステム搭載艦について、スパイ7を含むイージス・アショアの構成品を利活用する方向で検討しています。その上で、スパイ6を洋上で運用したときと同じ条件で比較すべきということだと思いますけれども、その点についても、米海軍の協力を得て、情報収集をしているところでございます。現時点では詳細を説明できる段階にはございませんが、防衛省としてこの点の説明責任を果たしていく所存であります。佐藤正久君。まさに洋上プラットフォームには何の数が決まっていないと、公正公平ということで、このイースアショアの代替案について、防衛省がわれわれに説明したものというのは、プラン A からプラン D、防衛大臣ご案内のとおり、このマヤ型ベースがプラン A、民間船舶ベースプラン B、セミリングベースがプラン C、セミリングベースプラン D という中で、結果的にこの B から D のいうもの、これについては採用しないということで、今後、洋上プラットフォームについては、もういろんな観点からいろいろ考えていくということで、議論が進んでいるということで、この資料3の2、これを見てください。ここで防衛大臣もしっかりこのトータルコスト、トータルコストについては、現時点についてはもうお答えはできませんけれども、これ、代替案については精査をした上で、適切な時期に国民の皆様に丁寧に説明してまいりたいというふうに述べられています。これ非常にトータルコストという部分は非常に大事で、これはわれわれ国会の方でも予算が関係しますから、トータルコストについて、まさにこの、民間船ではない、リグではないというものに、スパイ7、スパイ6、今大臣答弁されたとおり、これ載せたときのトータルコストというものを合わせて説明してもらうと、説明すると、こういう観点でトータルとしても、やっぱりこの運用上もこのスパイ7の方がいいですよと、であればいいということをしっかりこのプラン A という中の範疇で、スパイ6、スパイ7という中を比較をして、トータルコストでしっかり公平公正に説明するということでよろしいですよね。岸防衛大臣。今、トータルコストに関する認識ご認識の質問がございました。イージスシステム搭載艦については、スパイ7を含むイージスアショアの構成品を利活用する方向で、検討を進めておりますが、総経費については、同艦の運用構想の詳細、搭載機能、艦の設計等について検討を進めていく中で、精緻化をしてまいります。したがって、現時点でその総経費はお示しすることは困難でございますけれども、政治家の際には、厳しい財政事情等も踏まえて、しっかり精査した上で、適切にご説明をしてまいりたいと考えております。佐藤正久君。説明、答弁がちょっと食い違ってますよ。先ほどは公平公正にのスパイ6、スパイ7を比較して説明すると言っておきながら、今、このスパイ7、代替を前提に、これをトータルコストを示すということは、これは食い違っておりますから、やはりそのトータルコストというものを示すときに、スパイ7ベースライン9ならこういうぐらいになりますよと、スパイ6ベースライン10ならこうなりますというのを、それを比較しなければ、何を載せるか決まってないって明確に答弁してるわけですから、ただそこは両方並べて、やっぱり示してもらわないと、これはあくまでも自己目的かとなってしまいますから、自己目的ではないと言ってるならば、両方を並べて、やっぱ説明してもらわないと、これは誰も納得できませんよ。そこは当たり前のことですから、これ非常に大事な説明責任ですが、そこは両方並べて、トータルコストを説明しないと、公平公正にはならないと思いますよ。いかがですか。土本整備計画局長。少し補足させていただきます。先ほど大臣の方からもご答弁ございましたが、現在、
米海軍およびアメリカのミサイル防衛庁に対してですね、スパイ6に関する情報についていろいろ情報収集をさせていただいている段階でございます。これにつきましては先ほど大臣の方からもございましたようにミサイル防衛庁および海軍ですね、両方含めた形でいろいろ情報収集をさせていただいているところでございます。で、現在ですね、ある意味スパイ7につきましては今本体取得経費につきましてははっきりこう分かっているところでございますが、スパイ6につきましてどうなのかと、それがどうなるのかという点につきまして今申しましたような形で MDA および米海軍の方に情報収集させていただいているところでございますので、委員のご指摘の点も含めてですね、少し火の部分とか説明できない部分がございますので、そういう点を工夫しながら対外的に今どこまで説明できるかを 米側と今まさに最終調整中の段階でございますので、その点しっかり説明させていただきたいと思っています。佐藤正久君。防衛大臣、これはやっぱり政治家同士の話ですから、これは誰が考えても大臣がしっかりこれイージス・アショアの代替品を使うことを自己目的化しないと明確に答弁をされて、そしてスパイ6、スパイ7、これを公平に、ちょっと今話を聞いてください、いいですか、明確に公平にしっかり評価をすると言われて、で当然、トータルコスト、これは大事な話ですから、だからこれ、プラン A というものをベースに、その中でいろいろ考えるときに、搭載物については、6の場合、7の場合、どのぐらいのお金がかかるかっていう部分を、これ、説明しないと、これ、誰も納得できないわけで、非常に あるものを、洋上のものを無理やり洋上に持ってきて、そのために船を大きくするとか、あるいは結果として、世界初のものを作るために試験費用が上がるとか、いろんなことがやっぱ危惧されてるわけですから。これはそういう疑念を払拭するためにも、プラン A の中でこういうパターン、護衛艦タイプのパターン、あるいは違うパターン、あるかもしれませんけれども、それは公平公正に比較しないと、これは国民の納得は到底得ることができなくて、これ失敗すると、またイージス・アショアの最初の段階、F15 の、当初の見積もりと全く同じことが起きてしまうと、これは正確にやっぱこうね、国民に説明しないと、トータルコスト、これ比較の上で、これ、大事なポイントだと思いますけれども、大臣いかがですか。岸防衛大臣。スパイ6についても現在、先ほど申しましたけれども、米海軍の協力を得て情報収集をしているところでございます。詳細は現在では説明できる段階にはございませんけれども、今後、防衛省としてできる限りの説明を行うことができるように、適切に判断をして、参りたいと考えております。佐藤正久君。大臣、私が聞いているのは、トータルコストについて、それぞれ比較しないと、これ、意味がないでしょ。トータルコストについて、スパイ6の場合とスパイ7の場合、これを並べて、トータルコストを説明しないといけないと思いますが、その点についていかがですかという質問です。岸防衛大臣。スパイ6についてはですね、先ほども性能等の比較において、米海軍に情報収集に当たっておるところでございます。いずれにいたしましても、我々として、適切に判断をしてまいりたいと思います。佐藤正久君。米海軍から情報するのはいいんですよ。だから大臣がこう答弁されているように、やっぱこれ、高い買い物ですから、国民にしっかり並べてね。だこういう観点でこっちがいいんだってこと、これは説明責任、安い買い物じゃありませんから、しかも防衛上にものすごい影響が出るものですから、ここはやっぱり政治家として、大臣として、そこ国民に説明するということ、これはお約束してください。岸防衛大臣。しっかり説明責任を果たしてまいりたいと思います。佐藤正久君。はい、ありがとうございます。資料4を見てください。資料4、これは、防衛省からいただきましたイージーシステム搭載艦のライフサイクルコストの見積もりに関して想定される項目、これ、防衛省からいただいたものです。で、これ、マヤ型の護衛艦の場合のライフサイクルコスト、これ40年とした場合、1隻当たり4164億円になると、ただこの場合、マヤ型の場合はもともとあるものなので、この構想段階、構想検討経費がゼロ、研究開発段階、これは、設計費だけで1億円で、ほか、研究開発、実用試験も性能試験も、これもかかってないんです。この研究開発段階の設計費だけが1億円ということで、
4164億円のうち、構想段階、研究開発段階はたった1億円なんです。これはもともとあるものですから、この世界初のスパイ7というものを弾道ミサイル用で、しかもこれも洋上で使うというのは日本だけですから、そうなると実用試験も含めて、自らその弾道ミサイルの試験というものをやらないといけない、これは相当なこのトータルコスト、この部分で、これがまさに大臣が今言われた説明責任を果たすということの項目ですから、これ、ぜひこの項目に沿って説明をしていただきたい、スパイ6、スパイ7について並べて説明をしていただきたいと思いますが、大臣、いかがですか。岸防衛大臣。説明に関しては、しっかりですね、説明責任を果たせるように工夫をして、努めたいと思います。佐藤正久君。まさにこれは防衛省が提示しているトータルコストの項目ですから、これに沿ってしっかり我々に説明して、だから今回スパイ7がいいんだと、そのプラン A のマヤ型というものを前提としていろいろ議論している中で、こういうことでいいんだということをしっかり説明をお願いしたいと思います。そういう中で資料5、これを見ていただきたいんですけれども、これは今年の4月9日に海上自衛隊の補給本部の方から、契約業者の募集というもので出たものです。その中でちょっと気になったのは、この、ラインマーカー引いている最新の多動船の設計、製造等の経験を有することというのをわざわざ書いてるんです。多動船、今回のそのプラン A の中で多動船というものを大臣、これ、前提として考えてるんですか。土本整備計画局長。ちょっとまず私の方から答弁させていただきます。維持システム搭載化につきましては、より長く洋上で任務につけることなどを念頭に、委員ご案内のとおり、稼働率の向上をはじめ、運用性、耐用性、居住性、拡張性、整備補給性等の要素から、艦の設計上の工夫ができないかといったさまざまな検討を行っているところでございます。その中におきまして、耐用性の観点を重視した艦の設計の工夫の検討を行うにあたっては、船舶建造に関する幅広い経験をもとに、多角的な観点から専門的、技術的な支援を得たいと考えておりまして、さまざまな経験のうちの一つとして、多動船の設計、製造の経験を挙げているというものでございます。いずれにいたしましても、このECMOに関する検討も含めまして、イージーシステム搭載艦の設計上の工夫につきましては、引き続き、米国や日米の民間事業者を交え、防衛省において幅広くさまざまな検討を進めていくこととしておりますが、現時点で、双動船や三動船等の多動船を採用する方向で検討を進めているというわけではございません。佐藤正久君。大臣、これ、大臣自らも調べた方がいいと思いますよ。これ、多動船を、現時点においては多動船を前提にとは言ってないというだけで、否定はしていない。多動船は、ほとんどアメリカも諦めてますから、確かに燃費はいい、とは設置面積は少ないですから。ただ、拡張性、当然、中の方のスペースが非常に少ないので、拡張性は少なくて、やっぱり非常に複雑な構造をしてますから、維持整備は非常にお金がかかりますし、なぜアメリカがこうやめたか、実際、アメリカのこの多動船も、イエメンの風刺派からもやられてるというような状況ですから、このやっぱり安物買いの金を失いじゃありませんけれども、やっぱり装備っていうのは抑止力ですから、しかもこの資料6に書いてありますように、これ防衛省自ら、やっぱこの、北朝鮮情勢だけではなくて、この中国ということを睨んで、この情勢により柔軟な配備が可能と矢印をこう引いているように、これは防衛大臣もこの前回の委員会で、情勢を踏まえて、やっぱりいろんな正面に転用する運用の柔軟性、重要だと、議事録にも載ってますということを考えたときに、本当に多動線でいいのかと、でさらにちょっと私、気になって、ここが、これが、保本工事031の第6号って書いてあったので、じゃあ4号、5号は何か調べてみたんです。調べてみたら、これは誰でも見れますけども、この8番、このラインマーカーした8番だけが、あたりが変えてるだけであって、この4号においては、これはイージーシステム搭載艦の設計の経験を有すること、あるいは VALS というものを、作ったことがあることとなると、これはどう考えても重工しかなくなってしまって、この、第5号になると、この部分が最新のイージスシステムを搭載したものと
書いてあって、これはどう考えよう、最新だからこれは JMU しかないわけで、でこの多動線になると三井造船になっちゃうんです。なんでこれいっぺんにこう技術支援のときにわざわざ4号、5号、6号って分けないといけないんですか。一つ の文書で必要なものをこう並べて書いてはなんでいけなくて、わざわざそれぞれの企業が参加しやすいようにこう分けないといけない、ちょっと理由が非常になんか気になったので、6号があるから4号、5号、何かって調べたら、こういうのが出てきた、これ、大臣ご存知でしたか、大臣ご存知でしたか。岸防衛大臣。一応の説明を受けたところでございますけれども、詳細についてはそこまで理解をしてはおりません。佐藤正久君。やっぱこれはね、非常に今大事な局面なので、今まで大臣の国会答弁と全然違うもので、我々がやっぱり本当に守れるっていうものじゃないと、非常に不安になってしまう。で、特にトータルコストの実用試験を含めて、ここはね、しっかり説明しないと、これはまた F-15 の二の舞になってしまうと。世界初の日本だけのものをこれから開発するわけですから、アメリカはこれを採用してませんから、アメリカはスパイ6で、マヤ型よりも小さなイージス艦ですから、今度はマヤ型よりも大きくなる可能性は、スパイ7であれば陸上のでかいものを乗っけるわけですから、バッテリーも必要になりますから、と含めてしっかり説明責任、みんなが納得するものをぜひお願いしたいと思います。それで時間がなくなりましたが、次は台湾関係について若干議論したいと思います。外務省に確認しますけれども、今回、日米共同声明で台湾海峡という文字が入りました。この台湾海峡というのは、これは固有名詞なんでしょうか、それとも台湾周辺の海峡という意味なんでしょうか。例えば日本と日本海では違いますよね。この台湾海峡の意味は、これ、固有名詞の台湾海峡なのか、台湾の海峡を意味するのか、これどちらなんでしょうか。参考人で結構です。曽根審議官。お答えいたします。今回の台湾海峡について言及しておりますけれども、もともとこの首脳会談においてですね、意見交換する中で、台湾をめぐる情勢についての議論が及び、日米両国の共通認識として、両岸関係の軍事バランスの変化などを踏まえ、この一文記載したということでございます。台湾海峡一般名詞は、もういずれにせよ台湾と、両岸がありまして、そこの間にあるのが海峡ですから、その付近すべてを含んで、その地域というふうに理解しております。佐藤正久君。ということは、その周辺を含むということは、バシー海峡も、これは台湾海峡、かなりバシー海峡のあたり、今、領空侵犯、防空識別圏の審判ありますけど、バシー海峡のあたりまでこう含むという意味でしょうか。曽根審議官。今の時点でどこまでどう含めるということを、地域を限定してですね、議論を固めているということはございませんけれども、この地域、今申し上げましたように、両岸関係の軍事バランスの変化というのも踏まえて、この規定をしたということで理解していただければと思います。佐藤正久君。白先生じゃありませんが、この言葉って非常に大事で、台湾海峡、つまり与那国海峡も台湾の海峡なんですよ。非常に大事で、このであれば、もう極端に言えば、今の話からすると、両岸の安定というものの重要性を認識し、両岸関係の平和的解決を促すというふうな、これ、台湾海峡じゃなくて、両岸という言葉を使ってもよくなってしまうんですよ。でもそうではなくて、あえてこちらで台湾海峡を使い、後半で両岸問題と、両岸と台湾海峡を使うわけですから、これ、意味があるに決まってるんですよ。これ、アメリカもしっかり英語で使い分けてますから、これ、非常にこう重要なポイントなので、あえて書かせてもらいました、聞かせてもらったんですけれども、要はこれが日米安保6条の関係でも、この部分っていうのは非常に効いてくるわけで、じゃあ、その場合の重要性を認識した、まさにこの部分について、もう今日時間がない、次に残しますけれども、1972年の共同声明における中国の立場の、理解尊重という部分にも全部関わってくるんです。台湾海、日本、われわれがアメリカのように台湾関係法というものを作ることを、これは認められないのか、認められるのか、これは当然、声明ですから、条約じゃありませんから、
これ当然できますけれども、すべて今回の部分というのは、この72年の共同声明の解釈からずっと来ているものですから、これは今日は時間関係でこれ以上深掘りしませんけれども、この台湾海峡、今日の答弁だとちょっと心もとないので、大臣、これ、このあたりちょっと後で、今日は問いませんので、しっかり台湾海峡という部分、なんで両岸と言わずに台湾海峡を含めたか、このあたりの整理、後で教えてください。お願いします。以上で終わります。ありがとうございます。三浦の